ホットモットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の荒西、対するカープの先発は右の薮田、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。バファローズピッチャーを変えてきました。荒西降板、マウンド上は鈴木、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。背番号27。投球これから4球目。打ちました。二遊間ライナー破っていった。相澤いいバッティングを見せました。右バッターボックスは6番松髄、今日はレフト、あーっとショーフライになった、ファールボール。第2球、あーっとショーフライになった、ファール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、ライナーだ、レフトからセカンドへ、二塁はセーフ。松髄ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球投げました、初球外れた、ボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、ファールボール。第3球を投げた、あーっとショーフライになった、取りました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は3球目ストライク。さあ4球目、アウトコース低め、スプリット外れて、ボール。空振り三振、今日1打点の小園。第5球投げた、見逃し三振、鈴木ナイスピッチング。6回の表が終わって2対0です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは大森、今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、打った、ヒット、大森一気に二塁へ。大森いいバッティングを見せました。バッターは DH の中村。第1球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げました、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。アウトロー際どい球、ボール。さあ4球目、打ちました、ファール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、スプリット、見逃し三振、今日1打点の林。投球はこれから3球目、見逃しの三振、鈴木ナイスピッチング。ライトスタンドから今、バファローズ1点差に届かず敗れました。広島東洋カープが勝ちました。勝利投手は薮田、西武は遠藤、敗戦投手は荒西でした。さて本日のヒーローは遠藤、無失点の好投を見せました。本当に